こんにちは、ノクさん。今回もね、中小企業を救いたい、そして、J を救いたい、2つの動画をいただきました。まずね、J の方なんですけども、これは私などが提案するよりも、どうですかね、ノクさんの今回ご案内いただいたコンシェルジェの会社の代表同士で話し合うのがいいんではないかなとは思うんですよ。なぜそう思うかっていうと、私がね、J の方と契約を取り付けても、このコンシェルジェの方がもしかしたら嫌がるかもしれないなっていうところもありますんで、そこはちょっとね、慎重にならざるを得ないかなっていうところなんですよね。それだけですかね。もちろん私がね、こういう会社があるんだけどもお願いしてみましょうかみたいなことはできると思いますから、強い営業にならないようにね、ほのめかす程度にはお伝えできるかと思いますんで、今回ちょっと頭の隅に入れておきますね。はい、それで今回の中小企業救いたいの方ですけども、確かにこれサービスね、よく考えられていると思いますし、いいんではないかなと思うんですよ。若干ちょっと会員数がもっともっと出ればいいなっていうところもありますし、あとはね、エキスパートですか、こちらの方に掲載される企業ってのはこれ無制限なのかなと思っちゃうんですよ。例えば私みたいな会社ってのはなんかちょっと難しいのかなと思っちゃうんですよね。電子コンテンツオンリーの YouTuber というね、立て付けだったら YouTuber ってどうですかね。どういうふうに評価していただけるのか分かりませんけども、申し込んで却下ってこともありえるんじゃないかなというふうに今考えてますね。でも仕組み自体はすごくいいかなと思いますんで、これは使わない手はないかなと思っております。ありがとうございます。じゃあ今回はですね、ちょっと手短なんですけども、以上のような形でノクさんからの動画、それに対する返信となります。ノクさんからの、動画をご覧になりたい方は、限定公開の方はちょっと申し上げられないんですけども、中小企業を救いたいの方だけでもね、動画概要欄からご覧になってみてください。きっとね、このコロナ禍で御社の役にも立つと思います。私も受け合います。それでは失礼します。